まあ、選手同士でもみんなで話しましたし、まあ、監督からもまあちょっと最近失点してるっていうのもあって後ろにちょっと重きを置きすぎたのかなっていうのは話して今週の練習からまた違う練習をしています。ボールを取る位置とかが今は低いかなと思うんで、まあ、やっぱそうすると出ていく距離も長いですし相手も整ってすぐ守備に来られてしまう状況になってるのかなと思うんで、そうじゃなく自分たちから仕掛ける守備っていうのをもっともっとしたいなと思います。まあ本当に勝ち点さんが僕らも欲しい状況ではありますし、納得できるゲームをしたいなと思います。鹿島戦とかはやっぱりみんなやっぱ不満を持って負けてしまったんで、まあ一番はやっぱ勝つってことですけど、負けた時にもこう収穫も多くあるようなゲームがしたいなと思います。まあでも僕は常に平常心かな、まあ、個人としても、まあ、チームとしても、まあ、いい時悪い時っていうのは絶対あると思うんで、まあ、個人的には平常心、まあ、やっぱチームとしてはやっぱこう良くない雰囲気を出してしまうと伝染もしてしまうと思うんで、まあ、そういった雰囲気は出さないようにしてます。まずは試合に僕も出るっていうのは意識してましたけど、やっぱ試合に出て勝たないと意味ないなと思いましたし、まあ、ここ最近ちょっと試合に出させてもらってどういう状況でもやっぱ常に試合には出ていたいなっていう気持ちは強くなってきたので、だからこそ今みんなとコミュニケーションを取っていい方向にしていきたいなと思います。